どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、アーカイブアップロードのシェアをさせていただきます。アーカイブアップロードというのは一体なんだということなんですけど、以前ガズレレ YouTube チャンネルで取り上げたウクレレレッスン動画を今このタイミングでもう一回皆さんやらないかい、これ今やると面白いよという感じでお誘いの動画になってるんですけど、今回はですね、いいですよ、今もう映画界騒然、まあ今もう一回やろう。はい、鬼滅の刃の主題歌、ドーン！グレンゲです。リサさんのグレンゲ。この曲1年前にガズレレ YouTube で取り上げてもう大爆発してるんですけど、今ね、映画公開でまた盛り上がってるんでね、もう一回やりましょう。そして今のね、映画のタイトル曲、ホムラもここにガズレレの YouTube レッスン動画も貼っときますから、ね、ホムラもね、これもね、必見でございます。これ今初心者バージョン、簡単バージョンになるんで、こっちもぜひ覗いてほしいんですけど、まあ今もう鬼滅の刃もうめちゃくちゃ熱いぜって感じですからね、このタイミングでもう一回グレンゲやってみましょう。それではレッスン動画どうぞ。リサさんの歌、グレンゲという曲をやりたいと思います。この曲は、鬼滅の刃というアニメの、タイトルソングでございまして、このちっちゃいウクレレでガズレレ流でやってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流、シンプル簡単バージョン。後半は、あの疾走感、ぐいぐい迫る感じ、かっこいいバージョンをやってみようと思います。2バージョン。最後までご覧になってください。じゃあ行きます。グレンゲ。ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。 1,2,3 強くなれる理由を知った僕を連れて進め、リサさんのグレンゲ、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方をやってみました。今の聞いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンです。一番のずーっと最初から一番の A メロ B メロ来てサビに行って、最後エンディングのところで終わったというオリジナルショートカットバージョンでお届けしております。フルでやりたい方、こう書き出していくとできると思いますね。オリジナルのノートを書き出してください。はい。で、テロップと一緒に演奏できた方、その方もやっぱり自分でノートに書いてね、その自分だけで演奏してみるのをおすすめします。で、ちょっとノートを私のその時の参考になるように見せようと思うんですけど、結構この長い尺でございまして、注意点はですね、こっから、どこだろう、このサビのね、サビから普通の大きさになるんですけど、こっからここまでちょっとちっちゃく撮ってますんで、このワンブロックがちっちゃいです。ここで1ブロック、2ブロック、3ブロック、4ブロック。要は、ね、ちょっと場所を節約するためにこう短く書いてます。で、サビになったからこの1個のブロックが大きくなりますんで、ちょっとその表記の仕方だけちょっと最初確認しておきましょう。で、いつものことなんですけど、このぐるっと囲ってるところは、後半やるかっこいいバージョンで弾くところなんで、これなんかよく見ると、Am と G7 のリフって書いてあります。これ後で解説しますね。では、ひとまずはちょっとこれメモっていってください。
よくわからないという方は動画のテロップを一時停止してね、デモ演奏の、それをメモってもくださってもいいと思います。これ伸ばすとかね、はい、書いてありますけれども、はい。が、この辺もダダダダとか書いてある。後で解説しますね。キメが入ります。で、こっからサビになりますが、ここから普通の尺印があります。これ言葉がいっぱい詰まってるんでね、これちょっと長めに撮ってますということです。はい。ここにも書いてあるね。Am と G7 の理由。こっちは Em7 と D7 の理由。後で解説しますよ。で、ここを繰り返して、最後終わったということになっております。で、出てくるコードです。今やったシンプル簡単バージョンはこれ。Am と F と G7 と E7 と Em7。この5つ。コード5つで今の、グレンゲ。できちゃいました。この5つなんですけど、あともう一個ね、かっこいいバージョンの、この、まあ、決めというか、リフというかで、一瞬出てくるコードが D7 があります。で、これも一緒にね、今日6個のコードとして覚えてもらいたいんですけど、この覚え方がですね、これなんですよ。ガズレレ必須コードというコードの仲間内のグループです。私が解説動画撮ってます。ここにリンク貼ってきます。ここで楽しく覚える。これがポイントでございます。それでは、かっこいいバージョンの解説に入ってきます。さっきも言ったんですけど、かっこいいバージョンではその D7 というコードをね、ちょっとフレーズの中に入れるということなんですけど、まず基本的なビートですね。これ、疾走感満載の16ビートのチャです。こんな感じです。泥だらけの、そうまた降りらん。かっこいいでしょ。これはなかなか難しいリズムなんですけど、16ビートのチャ、純粋チャ、チャカ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 チャ、これこうドラムの役割を果たしているという弾き方でございます。あとですね、この曲ですごく印象的なところがあるんですけど、このフレーズです。強くなれる理由を知った僕を連れて、次ですよ。進め。これやりたいでしょ。ダダ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 カカカカ。これ。これが、さっき言った、Am と G7 のリフっていうやつです。ででででチャカチャカ、ででででチャカチャカってなっていきます。まずこれね、ここの解説したい。これ、ここにも書いてあるんだけど、ドードタータ、ドードタータ、チャカチャカです。ひらがなで、あ、カタカナでこう書くと分かりやすいかもね。で、ここ1、2、3、4って書いてあるでしょ。でで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 、チャカチャカ、でで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 チャカチャカ。ドードタータ、ドードタータ、チャカチャカ。これで言うと、ドードが Am、タータが G7 ですね。これで言うとね、Am と G7 だと。で、ここの、サビの真ん中ではね、同じフレーズで Em7 と D7 のリフっていうのができます。そうすると、今度はここの、ドードが E7 になって、タータが D7 になると。そういうリズムでございます。ちょっとゆっくり分析してみましょう。まず Am と G7 のリフね。ダーダアップで G7。ダーダ G7。ダーダ G7。次。チャカチャカ。これね、左手触るだけです。触ってどこでもいいですよ。カチャって言わせる。はい。これです。カカカカ。カッティングっていう技です。カッティング。カカカカ。触るだけよ。触れるだけよ。触れるとこうやると、押さえちゃうと、音出ちゃうからね。押さえちゃダメ。触れるだけ。はい。これ今日一番難しいと思うね。この、このリフがね。あ、リフっていうのはこういうフレーズみたいなことを言います。で、もう一個のやつは Em7 と D7 のリフも。ちょっとここだけで聞くとなんか変な感じするけど、曲の中で聞くとね、結構すんなり収まります。そこ出てくるかというと、ありがとう、悲しみへ。こんな感じです。でで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 、チャカチャカ、でで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 、チャカチャカ。こんな感じで。連続技が入るところがあります。結構これはね、できたとしても、テンポが速いでしょ。これがね、なかなかこう、速さに追いつけないと思う。手首をすごい柔らかく、こう、しなやかに使わないと、やっぱりこれはなかなか難しいと思います。でで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 、チャカチャカ、でで、ダー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 、チャカチャカ。はい。このリフ、2箇所、3箇所ありますんで、入れていきましょう。で、そういうわけでリズムなんですけど、16ビートのチャート、今言ったら決めるところでカッティングが入るんで、この2つのリズムが出てきます。この弾き方、ここのリンク、参照してください。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャート、カッティングの動画を見て、ちょっとやってみてください。ちなみに、カッティングはですね、本当に、
こう腰を落ち着けてやらなければいけないこう技なんですけれども、16ビートのチャというリズムはあのストロークの中でも結構本当最高峰の難しさでございまして、まず8ビートができるようになってから8ビートのチャっていうリズムをマスターして、その後16ビートマスターして16ビートのチャというだんだんこうステップアップする形で覚えていってもらいたいリズムでございます。この疾走感がやっぱね、この曲はもうやっぱりかっこいい、グイグイこう力強く前進していくという感じが表現できるといいと思います。あとはですね、サビに行く前にダッ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 とかテロップにも書いておくんです。キメが入って盛り上げていこうと思います。こういうところですね、ダッ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 、これテロップにもね入れておくんで、あと途中で止まるとか伸ばすとかそういうところもテロップ入れておくんで、そういうこともちょっと注意しながら、やってみてください。はい、さっきも言ったんですけど、このエネルギーというかこうグワーッと突き進むイメージ、これがいいと思います。よっしゃ、それでは行ってみましょう。グレンゲ、ガズレレルかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、強くなれる理由を知った。僕を連れて進め。ガズレレリュー、かっこいいバージョンやってみました。このずーっとこう突き進む疾走感。で、疾走感でこうスピード感満タンなんですけど、ガチャガチャしてなくやるのがポイントです。ガチャ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 ってなるとなんかもう散らかっちゃうんです。これで結構まとまってんですよね。あと、この辺のやつとか結構やっぱ難易度は相当高いと思いますが、楽しんで思いっきり歌いましょう。リサさんのグレンゲ、いやー熱いですね。やっぱり熱い。鬼滅の刃今盛り上がってるんで、ちょっと難しくてもうリフトが出てきてね、もう山盛りなんですけど、勢いに乗ってもう一回弾いてみましょう。さあ皆さん、ちょっとお知らせ。11月11日はガズレレの日ですよ。ご存知でしたか。1111ってこれ弦みたいでしょ。俺はガズレレの日だということでもう勝手に制定してるんですけど、この日の夜8時にイベントやります。皆さん、このイベントになります。これめちゃくちゃ山盛りのイベント、プレゼントも盛りだくさんで、もういろんなことやりますからね、もう見逃せないんで、ぜひちょっとチェックしておいてください。そしてこの音楽をやる楽しさ、皆さん今度は周りの方にもぜひお伝えくださいね。ガズレレ YouTube チャンネルもご活用ください。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてね、ガズレレいろんなことやってます。ガズクラブ、こちらももうほんと500名以上のねメンバーでも本当に楽しんで、毎朝僕がラジオ配信したりしてるんですけど、この上アプリがあるんですよ。ガズレシピです。こちらの方もアプリなんでね、もうどんどん楽、いろいろスクロールできたり、メトロノーム機能ついたり、もうすごくいいですよ。まずはこれダウンロードしていただく。これ全部ホームページのトップページからリンクかかってますからね。お願いします。そしてあとね、ガズレレではいろんなグッズがね、あるんですよ。この今、かけてストラップだとか、キャップとかね、キャップとか、T シャツだとか、この水引きもね、これ私の両親が手作り、こんなのもやってたりとか、これです、これ。このリットミュージック社から出てる、この、信号機みたいな、この、赤と黄色と緑みたいな、このね、本のシリーズもね、これ3冊合わせて、もう累計そろそろ10万部に行くんじゃないというぐらいの大ヒットになってますけど、とにかくこれ分かりやすいんで、ぜひこれ本屋さん、楽器店さん、などでちょっとこれチェックして、もちろん Amazon でもありますし、
ぜひこんなのも、よろしくお願いします。そんなわけでですね、もうガズレあっちからこっちからもう大盛りでございましてですね、まあ、これからも面白いこうミュージックライブを楽しいあのミュージックライブを皆さんにお届けしようと思ってます。音を楽しむと書くから音楽ですよ、楽しむ、これが真ん中にあっている音楽、素晴らしいと思います。皆さんこれからもガズレと一緒に楽しく音楽してまいりましょう。それでは皆さんさようなら、ごきげんよう、バイバイ。